家庭での電力使用量や電気代をスマートフォンやパソコンで表示し節電に役立てるシステムの実証実験が11日から福岡市のマンションで始まりました。こちらのマンションではパソコンやスマートフォンなどを使って今日どのくらい電気を使用したのか